アルピーヌは2023年3月16日、現地時間。A112 特別使用者の A113 でも73、A113 でも73をラインアップし、3月17日、現地時間より、本木で予約受注を開始した。販売台数は200台限定で、車両価格は8万9000ユーロ、 1> 約1270万円位に設定する。今回の特別使用者は、世界ラリー選手権 WRC ワールドラリーチャンピオンシップ。初年度となる1973年開催のサンデモラリーで、A11800 をカルジャン、リュック・テリエ、ジーン、ルザーリア選手が優勝を果たし、 また同シーズンに初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得してから、50周年となることを記念したアニバーサリーモデルで、パワーユニットに 1798cc 直列4気筒ドア直噴ターボエンジン、300hp、340nm、プラス7速 DCT を採用する現行の A110 をベースに、 サンデモラリーを制した A11800 を、オマージュした専用のアレンジを施したことが特徴である。まず外装では、キャディブルーのボディカラーに、ブラック塗装のルーフアーチおよびレッドのカーボンファイバールーフ、ブラックとホワイトのボーダー状のグラフィックを採用して、王子の A111800 のカラーリングを再現。また、 フロントフードやドア、リアコンビネーションランプ周りに、配したグラフィック内に3でも73度号を入れる。さらに、足元にはブリリアントブラン、ホワイト、カラーの18インチグランドプリアロイホイールと、アンスラサイト塗装のブレンボ製ブレーキキャリパーを組み込んだ。内装に関しては、ブラックのマイクロファイバーと、 グレーのステッチを組み合わせたコックピットを基調に、73ワールドチャンピオンの専用ロゴを、刻印したサベルト製ワンピースバケットシートや、6点式ハーネス、スポーツペダル、アルミ製パッセンジャーフットレスト、外装のカラーリングおよびグラフィックと、同イメージで仕立てたドアトリム上部などを特別装備、 センター部には A113 でも73のロゴと、限定台数の証となる000-200を刻印した専用プレートを配備する。また自動防限バックミラーやフロントリアパーキングアシスト、フォーカルオーディオシステム、アルピーヌテレメトリクスなどを標準で採用した。なお、ルノージャポンは2023年3月17日に、 A113 でも73を日本に導入するとアナウンス。導入時期や受注方法などについては後日発表する予定だ。